在東京電力管内でおよそ208万件の停電が確認されています。茨城県でおよそ22万、栃木県でおよそ12万、群馬県でおよそ8万、埼玉県でおよそ29万、千葉県でおよそ21万、東京都でおよそ70万、神奈川でおよそ30万、山梨で11万、静岡で1万5000件ほど停電が確認されているということです。かなり広い範囲で停電が確認されています。先ほど最大震度6強の地震が宮城県、福島県などで観測されました。規模が比較的に大きい地震の後には再び強い揺れを伴う地震が発生する可能性があります。揺れを感じましたら揺れの大きさに関わらず落ち着いて怪我をしないようにまず身の安全を図ってください。では蔵王町の広報の平間さんと電話がつながっているということです。平間さん、こちらの音声取れるでしょうか。はい、大丈夫です。大変な中ありがとうございます。はい、現在はどんな状況でしょうか。はい、現在の蔵王町はですね、この役場周辺の方は電気は通電しておりまして、ただやはり地震の影響でですね、物は散乱している状況ですね。そうですか、物が散乱している状況。そうですね。地震の揺れはどのように感じましたか。そうですね、1回目の揺れは、ここら辺で震度4くらいだったと思うんですけれども、それが終わった後の、6強の縦揺れがだいぶ強かったなというふうに感じました。停電の情報も入ってきているんですけれども、そちらは今電気はついていると。そうです、役場周辺はついているんですけれども、ただまだですね、町内全部確認しているわけではなくですね、ちょっとその辺の状況確認はこれからになります。携帯電話などはどうでしょうか。電波状況など。あ、はい、携帯の方はですね、通じている状況ですね。わかりました。はい、気をつけて、まだ揺れが来る恐れもありますので、はい、もし揺れを感じた場合はすぐに身の安全を図ってください。はい、ありがとうございます。大変な中ありがとうございました。はい、失礼いたします。蔵王町と中継をつなぎました。先ほど最大震度6強という大変大きな